分現在の道路情報をお知らせします。現在のところ新潟西インターおよび上越インターまでの間では特に通行の支障となる事故や渋滞などの情報は入っておりません。引き続き安全運転をお続けください。さて車間距離は時速80キロでは80メートル、時速100キロでは100メートル必要です。道路脇の車間距離確認標識で車間距離を確認し、慎重な運転に心がけてください。ハイウェイラジオ関越トンネルよりお伝えしました。